ガンプラ制作動画を投稿しています。ガンプラドンです。今回は、ボールの武器のパーツを制作したいと思います。前回いろいろあったボールなんですけれども、折れたパーツが折れた。今本体がこんな感じになってます。一応問題の、ここの部分ですね、このパーツなんですけれども、今接着剤で留めてますので、こう見た目には、何の遜色もなくきっちり組まれているような状態ですね。それとパーツがなくなってた分があったかと思うんですけれども、一応それも無事に発見しました。このパーツなんですね、このパーツなんですけれども、この、中のこのちょっと黒っぽいパーツの部分がなくなってたんですね。これが黒っぽい部分の2つのパーツをこう合わせてこの中の部分のパーツができているんですけれども、その片割れがなかったような状態なんですが、一応、これが見つかりましたので、こんな感じでこの下の部分にくっつくパーツですね、完成しています。それでなんでパーツがなかったかというと、他の、部分のパーツと一緒にごっちゃになってて、ちょっとこれが1個見失ったような状態だったんですね。で、僕の場合がいつもこういう、これシナンジュの、今作ってるシナンジュのパーツなんですけども、こんな感じでこう分けて入れてるんですね。部位ごとにこうパーツを切り出した部分がこういうふうに分けてるんですけども、この、実はこのパーツは、シナンジュのこの部分ですね。この、前塗装したこの部分の中にこう間違って入ってたので、ちょっとパーツをなくしたような状態になってました。これで、多分どっかに紛れてるなっていうのがあったので、心配はしてなかったんですけども、無事に、見つかりました。というわけでこれをくっつけると、まずこれを入れて、こんな感じで無事にスラスターの部分ですね、装着できました。ちょっとこう動くんですよね。というわけで今回は心置きなく、武器の方を作っていきたいと思います。で、今こちらに切り出してあるのは、まず、2連装の、キャノン砲と、こちら1連のキャノン砲ですね。08小隊の第1話で出てくるのはこちら側の武器ですね。こっちの一連の部分は作中には出てこないんですけれども、一応切り出してはみました。で、僕も08小隊の、ボールを作ってますので、装備するのはこちら側の、2連の、キャノン砲、設計図の方では2連装キャノン砲というふうになってますけれども、作中08小隊の、第1話では白はまだ勝利は、15キャリパーとか言ってますね、この部分を。そんな武器ですね。それを制作していきたいと思います。で、色をそんなに塗る箇所はないんですけれども、一応この、丸い部分のパーツがあるんですけれども、このパーツだけは色を塗ろうかなと思ってます。塗るのは、多分チタンシルバーで塗ると思います。それでは、まずは、墨入れからやっていきたいと思います。こちらのパーツ、墨入れが完了して艶消しスプレーまでかけて、乾いた状態ですね。で、いつもだったらここでウェザリングマスターで着色するんですけれども、今回はちょっと組み立ての方から、やっていきたいと思います。こんな感じで2連装キャノン完成しました。
で、この赤い部分は、クリアパーツをガンダムマーカーでちょっと塗装した部分ですね。で、この部分は、チタンシルバーですね。こちらでカラースプレーで塗装した部分ですね。まあ、ちょっと色が違ってワンポイントのアクセントになったかと思います。で、続いてこちらの方も、組み立てていきたいと思います。こちらの 180mm キャノンも完成しました。というわけでこの2つ、組み立て完了したので、ちょっと仕上げにこのウェザリングマスターで着色したいと思います。いつも組み立てる前にウェザリングマスターで着色してるんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、このグレーのパーツでウェザリングマスターの、まあ、いつも僕が使っているこの銀色の色ですね、これを塗ってもそんなに目立たないので、ちょもうこうやって完成した後にこう仕上げとしてちょこちょこっとこう着色しようかなと思って、もうこの組み立てた状態で着色今回はしてます。まあ、そんなに変わらないんですよね、これ塗ってもちょっと気持ち塗るぐらいですね。まあ、こういう感じで、ボールの武器2種類ですね、完成しました。で、こちらの武器の可動領域は、この分は、こういう感じでこうですね、ここがこういう感じで動きます。で、こちらの2連の方は、交互にこう片方だけとか、感じでこういう感じで動きますね。これ逆さまですね、こっちですね、なのでこうそれぞれが独立して動くような感じです。で、早速、ちょっとボールに取り付けたいと思います。取り付けるとこんな感じですね。まあ、この姿はまあいつもの感じかなという感じですね。ボール、まあ、大体このタイプなんですね。で、一応、今回は08小体モデルなので、こちらですね、この2連の方ですね、これだとなかなか重量感増しますよね。もうこれで白はまた醤油はこうザクに向かっていくわけですからね。まあまあすごい根性ですよ。で、こんな感じで、武器の方も無事に完成しましたので、次回はボールのこの前に付くアームユニットですね、そちらの製作に入りたいと思います。